貨物司法とは、江戸時代の長崎における輸入に関する法律である。司法貨物司法とも呼ぶ。江戸時代初期、日本において最も重要な輸入品は中国産の木糸であった。幕府は、慶長9年から糸アップ制度による絹の価格抑制を行っていた。この制度は春先にその年の絹の価格を決定して、その後1年間はその価格を適用するものであったが、 中国商人は春先に少量の絹の実を持ち込み価格を釣り上げ、後にその価格で大量に輸出するという対抗手段に出た。このため、糸ワップ制度は明暦元年に廃止された。その後、長崎貿易は相対売買仕方による自由貿易となる。これにより貿易量は増大したが、その支払いのための金銀の流出も増大した。これを抑制するために、 漢文12年に、長崎奉行の牛褒め片付け名によって、制定されたのが、貨物資法である。この法は7か条からなっていた。国内商人は、長崎に7月5日前に到着すること。国内商人は、到着順に、長崎奉行所に名前を記載し、その順に入札ができる。公選員について、当選は従来通り徴収、オランダ戦からも以降徴収する。 オランダ商館との取引の際、一両を銀58問目から銀68問目に変更する。当人との決済には銀を使っても良い。金での決済も可能。一両を銀58問目とする。国内商人の金銀交換比率は時価とする。違反した場合、長崎在住者は所払い、外来者は以降の貿易業務禁止とする。実際の取引は、 まず、日本貿易省が商品の鑑定後入札を行い、上位3社の平均を購入価格として長崎奉行が等、オランダ商人に確認する。値段に合意した場合、国内商人が入札、上位3社が購入する。この量入札の価格の差を、マギンと呼び、目利き商人に0.6%の手数料を払った、他は60%が、 長崎市民へ還元40%が薬料とされた。この目利き商人による価格決定のため貿易の主導権を日本側が握ることができた。しかし、東商人が薄利多売をしたため結局は金銀の流出拡大を十分に防げなかったこと、またマギ銀が汚職のもとになったこともあり、状況2年に廃止されて公貿易法に移行した。ありがとうございます。